どうもこんにちは、カイカイです。ゲーミング史上最悪のリーク、そしてハッキングが発生しました。ロックスターさんの方から GTA 6 の開発段階での映像が以前リークしましたけども、それと比べても同等以上のものかと思いますね。皆さんご存知かと思いますけども、インソムニアックゲームズのハッキング、そしてそれに付随するリークの話です。で、先に言うことなんですけども、この動画では、そのリークの内容を抑えようと思いますが、リークの細部については一切この動画で話す予定はありません。まあ、例えば〇〇がリークされましたよでは言いますけども、リークされた内容についてはお伝えする予定はありません。ネット上探せば見つかるものではあります。どうしても気になる場合はぜひもう自分で見てきてください。ここはそのための場所ではありません。実際にゲーミング最大っていうか、ゲーミング史上最悪のリークっていうのがどれほどひどいものなのかっていうのを皆さんにお伝えしたいとは思いますけども、実際にリークされた内容をお伝えしたいわけではないということをあらかじめご了承ください。それともう一つ、ここのインソムニアックの社員さんたちの個人情報とかそういったものも出てきてしまったようです。ゲームの未公開情報を拡散するっていうのは、まあ、それはそれでいいことではないと思うんですけども、特にそれがハッキングとかを通して得られたものであった場合、社員の個人情報を公開するのはもう全く別レベルの極悪ですので、本当にゲームの内容については、ゲームの内容気になるんだったらもう自分で見てきてくださいとは言いましたけども、社員の個人情報が気になる場合は見に行かないでください。なんなら自分で自分の顔面を殴って、俺は一体何をしているんだと自分に言い聞かせてください。それじゃ内容に入っていきましょう。で、こんな感じでレディットとかを見れば、まあ、いくらでも出てきはします。で、これらのリンクをクリックした先に何があるのかっていうのは別にお見せしませんが、こういったものがリークしてしまっていますよっていうのをお伝えしたいなということと、もう一つ、このチャンネルではそのゲーミングメディアでもこういった内容を報道しているところが結構あるみたいなんですよね。自分としては、直接的にそれを報道するようなことはあまりする予定はありません。まあ、例えば、文脈という形でその将来的に別の話が出てきた時に、あの時にそういった情報が出ていたから現在リークされているこちらの情報は、まあ、こういった文脈が与えられるなとか、そういったことはするかもしれません。まあ、例えばゲームの販売本数を議論をするときに、予算情報であるとかそういったことを知っているので、この販売本数がどういうふうにスタジオに影響を与えるのかが分かりますとか、そういった形ですね。代表的なものは前置き長くなっちゃうタイプの動画ですね。これは早速入っていきましょう。で、例えばウルヴァリン、まあ、これはすでに制作されているのが分かりますので、ここでこのウルヴァリンという名前を出すことに自体には抵抗はありませんっていうね、そういう線引きではありますけども、例えばこれが2026年に発売する予定みたいです。コンセプトアート、ゲームプレイ映像、アニメーション、テスト時の映像、キャストの名前、でビルドリークっていうものがあるんですけども、これが一番深刻なやつだとは思います。ウルヴァリンの、プレイアブルデモ、もう実際に動くPC 版の実際に動くデモ版がもう出てきてしまっているみたいです。こちらについてはネット上で検索すると見つかるとは言われていますけども、よっぽど詳しい方でもない限りは、ウイルス捕まされて終わりだと思います。これについては。で、ロードマップ、ムービーシーンのリーク。これはリンクが切れてしまっているようですけども、前までは、完全なるストーリーが公開されていた。で、これですね、インターナル PC ビルドの内部公開されている PC のビルドっていうのと、ゲームのパワーポイントプレゼンテーション、ゲームデザインのプレゼンテーションであるとか、モーションキャプチャの映像、ボス、アビリティ、サイドクエスト、ストーリー、移動システム、その他で、マドリプールっていうのが、このウルヴァリンというゲームが展開される地名らしいんですけども、マドリプールの縦長のバーティカルスライス、失礼しました、これが25分間あるみたいです。まあ、おそらく25分間の映像だとは思うんですけど、見てないんで分かりませんけども、25分間のこのマドリプールを見せる映像ということみたいです。それ以外のプロジェクトについてもいろいろと言われてはいるようです。例えばインソムニアックだけでなく、プレイステーションスタジオ、まあ、他のプレイステーションスタジオたちのことですよね、についての情報も出てしまったりしているようです。インソムニアックのエクステンデッドロードマップっていうのが、拡張ロードマップですので、本当に何年も先までのロードマップであるとか、
将来的なインソムニアックのプロジェクトが全部公開された、公開はされてないですけども、リークされてしまったであるとか、予算とか、まあこの予算っていう部分が一番自分が参照するかもしれない情報っていう感じですかね。プレイステーションスタジオの Steam での販売本数で、インソムニアックのプロジェクトの、コストですけども、こちらはリンクが落ちているようです。ゲリラゲームズの情報がゴリッと出てきてしまっているようです。であるとか、ゲーミング市場についての内部スライド、まあこれは内部のプレゼンテーションというものになるんですかね。ブルーポイントの情報であるとか、ブルーポイントの次の作品のコンセプトアートというものが言われています。で、ヴェノム、リーサルプロテクターという名前が出てきています。2025年で、ヴェノムの、スタンドアローンのゲームみたいです。ヴェノムピージョンって書いてありますけども、ヴェノムに感染された鳥とか、そういうあれですね。で、2029年にはラチェット&クランクについての、コンセプトアート、デベロッパービルド、そしてスクリプトがそれぞれ出ているみたいです。ここでいうスクリプトは、多分台本っていう意味だと思います。そしてスパイダーマン2の DLC ニューゲームプラス、スパイダーマン3のスプリット、これはゲームの分割がなされる可能性があるというもので、スパイダーマン3の情報、スパイダーマンザ・グレート・ウェブのコンセプトアート1と2というふうになっています。そして2030年には X メンということで、そういった具合です。でもこれ一個一個見ていけばとんでもない量の情報にはなるんですけども、最初の方に言った通り、ちょっとこういうリークがありましたっていうつもりはあるんだけども、そのリークの内容自体を大々的に言っても、自分が言ってもしょうがないかなとは思っています。まあ将来的に他のメディアアウトレットとかが、まあ大々的にこの辺の内容を拡散し始めたら、それについて動画を作るようなことはしなくても、それ以外の動画の中で情報としてはオープンに参照するんじゃないかと思います。まあ正直なところ、ただでさえ今年ゲーミング市場決して、状況が良かったとは言えない中での、インソムニアックさんのこれは泣きっ面に蜂というか、かなり大変な状況になっているかと思いますので、まあ自分の言葉にそれほどの重みがあるか分かりませんけども、ぜひめげずに頑張ってほしいですね。ツイッターとか見てやると、他のスタジオからの、インソムニアックに対する応援メッセージとかもかなり出ているみたいです。まあインソムニアックさんものすごい楽しいゲームを作ってくれるし、まあ正直なところ個人的にはですよ、マーベルスタジオのゲームばっかりよりも、あのラチェクラとかそういったのを作ってくれるのが個人的には嬉しいんですけども、この一個だけ話しましょうか。マーベル IP を使って作ったゲームは全部黒字です。マーベル IP を使わずに作ったゲームは、ここ最近だとラチェクラですけども赤字だったみたいです。まあラチェクラについては PS5 発売直後で PS5 独占として発売したので、直接比較というかそういったものは難しいのかもしれませんけども、何にせよあのゲームは赤字だったみたいです。まあそういった情報が出てきております。ということで以上、楽しんでいただけたらは違うけど、気になる情報をお伝えできたのであれば高評価の方よろしくお願いします。で、まだいかない、ファンの人は残って、ファンじゃない人はバイバイ、ファンの人だけね。この動画ですね、今日何日だ、今日がですね、12月21日木曜日の夜11時に撮っております。まあ、最近お仕事を始めたということですけども、仕事が終わって家帰って晩ご飯食べた後に録画しています。でさらにここから編集してからアップロードするとなるとプラス 1,2 時間かかると思うんですけども、じゃあ9時10時じゃあ10時11時ぐらい10時11時ぐらいに、当日に投稿してほしいのか、それとも次の日の夜に投稿してほしいのか、それとも次の日の朝とか昼とかもっと早い段階に投稿してほしいのか、ぜひ教えていただけると嬉しいです。というわけで、以上、今度こそバイバイです。